白ナイル川と、青ナイル川西からのバハルアルアラブ川と、南西からのバハルエルガザル川と、南からのバハルアルイコールジャバル川ルスモダキは、国境を流れるカゲラ川の半ばにある。左がタンザニア、右がルワンダ。ブジャガリダキでのラフティングマーチソン、ダキハルツーム郊外での白ナイル川と、青ナイル川の交流地点。白ナイル川は、アフリカ大陸北東部を流れる河川であり、 青ナイル川と共にナイル川の視線を形成している。ナイル川全体の水量の約2割を供給する。なお、競技の白ナイルは、南西からのバハルエルガザル川と、南からのバハルアルイコールジャバル川とが、南スーダンで合流して形成されるの湖から、青ナイルと合流するハルツームまでである。広い意味では、源流部のビクトリア湖から、ウガンダ国内を北上し、 清ガ湖とアルバート湖を経て、バハルアルイコールジャバル川を通過するすべての水域を含み、長さは約3 7 0 0トルである。白ナイルの源流は、ビクトリア湖を中心とする高原地帯に位置し、水源とされる場所は複数存在する。タンザニアのマチブコバ近郊からビクトリア湖に流れ込むカゲラ川は、ビクトリア湖へ流れ込む河川の中で最も長いため、 資料によって移動はあるものの、最も遠い地点に存在するナイル川の水源だと、されている。カゲラ川の他には、ブルンジのブルリ県から始まるルビロンザ川、ルワンダのニューグエ国立公園から発するニャバロンゴ川も、ナイルの源流の一つとされている。 ルビロンザ川とニャバロンゴ川は、ルワンダとタンザニアの国境に位置するルスモ滝で合流する。19世紀の探検家、ジョン・スピークは、ビクトリア湖の流出口に存在する早瀬に、リポンの滝と名付け、1969年当時は、リポンの滝がナイル川の起点とされていた。下流に発電用のダムが建設されたためにリポンの滝は水没しており、 滝が存在していた場所には発見者であるスピークの、自石と滝が水没したことを記した石碑が置かれている。ビクトリア湖から流れ出る川は、ビクトリアナイルとも呼ばれ、長さは、約4 2 0トルである。神社から1 5トルのナルバーレ発電所と EN、キーラヒドロエレクトリックパワーステーションを過ぎると、神社の1 5トル下流にあるブジャガリ滝である。さらに、北へ流れ、 西に向きを変え、清賀湖に注ぐ。クワニア湖を経て、北に流れ出て西へ向かう。カルマ滝は1963年に建設されたカルマ橋の下を流れ、橋は首都カンパラからグルケンへ向かう、交通の要衝として機能している。これを過ぎると、川はグレートリフトバレーの西にあたるマーチソン、ホールズ国立公園に入る。幅7メートル。 落差43メートルのマーチソン滝は白ナイルの名所の一つで滝の下流に数キロメートル続く濁った水域にはワカバなどの動物が生息している。そして火水はアルバート湖に注ぐ。ビクトリア湖からの流出口であるリポンの滝と一つになった黄金滝、マーチソン滝には水の流れを利用した水力発電所が建てられており。 世界銀行は2006年以降2009年までに、この辺りに200メガワット級の水力発電所を設置する計画を遂行中である。アルバート湖の源流は、今後のブルーマウンテンである。アルバート湖から、先の下流は、アルバートナイルとも呼ばれ、約210キロメートルの長さがある。かつて、アルバートナイルは、ザイールの大統領モブツセセセコに由来する。 モブツナイルの名前で呼ばれていた。この西岸がウガンダの西ナイル地方である。ネビ県にはアルバートナイルを渡る唯一の橋がある。アジュマニとモヨの間にはフェリーが運行されているものの、他にカヌーやボートも使われる。ニムレから南スーダン領に入る。ここからは南スーダンを北上し、バハルアルイコールジャバル川とも呼ばれる。バハルアルイコールジャバルの名は、 中央エクアトリア州の元の襲名でもある。バハルアルイコールジャバル川は、平原地帯に入ると激しく蛇行し、南スーダンの首都、ジュバを経て、スッドと呼ばれる大湿地帯を流れ、の湖へと注ぐ。南スーダン国内で、白ナイル川に架かる橋は、ジュバ市内のジュバ橋が唯一のものである。寒気の面積は、 約3万平方キロメートル、浮キには13万平方キロメートルにも広がるスットは、船舶の往来を妨げ、スットで停滞する下水は、蒸発によって失われ、この場所で、白ナイルの水量は、およそ半分に減少する。スットの中で、バハルアルイコールジャバル川は、バハルエルガザルと合流し、これから、先の流れが、競技の白ナイルとされている。 バハルアルイコールジャバル川には、ファショダ事件の舞台となった孤独などの拠点が築かれた。白ナイルは、マラカルの南でソバト川と交流する。白ナイルは、スーダンを北上して、白ナイル州を通り、ハルツームに至る。南スーダン領内のソバト川との交流点から、スーダン領内のハルツームまでの距離は、約8 0 0トルに達するものの、この区間の高低差は、 約8メートルに過ぎない。このように川底勾配が緩いため、川幅は500メートルから数キロメートルと広く、大きな変化がないまま河水は北に流れていく。ハルツームで青ナイル川と合流する。なお、ハルツームから約300キロメートルの地点でナイル川の最後の支流であるアトバラ川が合流し、6つの幕府を越えてアスアンハイダムの貯水湖であるナセル湖に流れ込む。 青ナイルよりも白く濁った水が流れていたため、この支流は白ナイルと呼ばれるようになった。1820年から1822年にかけて、エジプトのムハンマドアリーはナイル上流に水源の探検隊を派遣したが、白ナイルの水源から 1000km 南に位置するジュバ付近のゴンドコロから先へ進むことはできなかった。1876年までにバハルアルイコールジャバルは、 イギリス人の指揮するエジプト軍に支配され、エジプト領スーダンに組み込まれた。白ナイルの水源の発見は、青ナイルの水源よりも遅く、19世紀後半にリチャード・バートン、ジョン・スピーク、ジェームズ・グラントラヨーロッパの探検家たちが先を争って水源の探索を行った。イギリス外務省と王立地理学協会の指示を受けたスピークとバートンは、ナイルの水源を発見するため、 1857年にタンザニアのバガ模様を立って内陸部に向かった。スピークとバートンは悪天候、妊婦の不足に悩まされ、道中でマラリアにかかりながらも1858年2月にヨーロッパ人として初めてタンガニーカ湖に到達した。タンガニーカ湖はナイルの水源ではないと考えたスピークは、バートンと別れて単独で探検を行い、現地の人間がニアンザコ、 ウケレウェコと呼ぶ湖を発見した。スピークはイギリスの女王ビクトリアに敬意を表してビクトリアコと命名し、この場所がナイルの水源だと考えた。一方バートンはキリマンジャロコをナイルの水源と考え、帰国後にスピークとバートンの説をめぐって論争が起こり、1860年にスピークは再び探検に向かった。1862年7月に ビクトリア湖北岸にたどり着いたスピークは湖から流れ落ちる滝を発見し当時の王立地理学協会会長の名を取ってリボンの滝と命名した19世紀にヨーロッパ人により行われたナイル川の源流の探検は最安国のアフリカの未開のジャングルへのヨーロッパ人の到達として盛んに宣伝されたこれは後のヨーロッパ諸国によるアフリカの植民地化へ 大きな影響を与えた。リポンの滝の発見の後も、ビクトリア湖に注ぐ川の水源の探索が続けられ、20世紀、初頭にルビロンザ川がナイルの水源だと確認された。ありがとうございます。